さんこんにちは。77年前の8月6日、私は爆心地から8キロ余り離れた呉線の坂駅のプラットホームに立っておりました。当日我々が建物疎開をする今の広島市役所の裏の国体寺公園になっていますが、その場所にで建物疎開の勤労奉仕がありました。それに参加するために7時前の汽車に乗り遅れました。そしてその次の汽車を待っておりましたが、その汽車も遅延しまして、それを待っておりました。8時15分前にですね、東南の方から B29 の機影が見えてきました。もちろんその前には空襲警報が鳴ったわけなんですが、高射砲で B29 に対して撃つことなく悠々と飛んできておりました。そしてあれと思いながら、私はプラットホームの待合室の陰から見上げておりました。そしてちょうど8時15分、突然その機影から白いパラシュートが降りてまいりました。そして地上から600メートルぐらいのところですかね、そこで爆発したんです。その時はもう空一面が黄色い閃光でですね覆われまして、私もプラットホームでよろけた思いがあります。待合室では2、3枚のガラスも割れておりました。そしていくらか経って黒い原子雲が黙々と上がってきました。その時には駅頭にいた人たちが、ああこれは火山の火薬庫が爆発したんだというようなことを言っておりました。私は集合時間は8時だったんです。7時前の汽車に乗って、そして広島駅から歩いて現地に行く、そういうスケジュールだったわけなんですが、それに遅れて私は助かったわけなんですが、その原子雲の下では我々のクラスメート136人が火傷し、そして無残な姿をそこにさらけ出しておったんです。そして3時間ぐらいしましたところ、私のうちの下がちょうど国道2号線なんですが、それを広島の方からぞろぞろとたくさんの人が歩いて帰ってまいりました。その人たちは皆赤くすりむけた皮膚が垂れ下がって、それをその姿でですね、ああ大変なことが起きたんだと思ってですね、その日は過ぎましたけど、それから明くる日かその2日後だった
と思いますが、その火傷をした傷を負った人たちが私どもの近所の小学校に送られてきました。やはり広島市内は全滅ですから、その傷を負った人たちをですね、各近郊の学校にも連れて行って、そしてそこで手当てをするということだったんだろうと思いますが、そしてある教室に入りまして、そこには5、6人の人たちがむしろの上にですね横たわっておりました。それにはもう体に身につけるものもほんとボロボロで、赤い火傷の後に白い鎮灸を塗られて横たわっていました。そしてある少年の枕元に近づいたところ、少年の枕元に名札がありました。それには修道中学の2年の組、私のクラスメートだったんです。彼が横たわっていました。彼の枕元にですね、何を言うべきか言葉もなく、私はただ枕元に立っていました。そして声もかけずに立ち去りました。その時の光景は今でも忘れられません。的場町に入った瞬間、目の前にもう焼け果てた一面の焦土が横たわっていました。遠くに福屋と大白生命ビルがかすかに見えました。そして父と一緒に市内を自転車で回りましたところ、黒焦げの焼死体があちこちに転がっておりました。そしてあるところでは防火用水というのが昔あったんですが、その中に親子が、お母さんは上半身黒焦げ、防火用水の中に赤ん坊が水の中に横たわっていました。そして川にはたくさんの焼死体が浮いておりました。そしてその日かその明日に長崎の原爆が落ちたんです。8月15日には修道学園に行きまして、片付けなどをやりまして帰りました。12時に広島駅頭で天皇陛下の終戦の直後を聞きました。今原爆記念碑に立ちますと、そこには安らかにお眠りください、過ちは繰り返しませんからと書いてありますが、過ちとは何でしょう。先日徳佐の小学校グループの人たちに聞きましたところ、戦争ですという言葉が返ってきました。まさしくそうです。戦争、この戦争でですね、136人の我がクラスメートが亡くなったんですが、広島では14万人、全人口の4割の人たちが亡くなりました。そして太平洋戦争では310万という軍民合わせての犠牲が出ました。
出たわけです。今の平和はその犠牲の上に成り立っているんです。だから我々はその犠牲者の思いを無にすることなく平和な日本を築き上げていきたい、いかなければいけないと思っております。ご清聴ありがとうございました。